今素晴らしい。ここ今小本さんが2往復したところ、そうこれまだしてないところ、この差が出るわけなんですね。ジャケットのこの立体感のところが結構プレスだと難しかったりするんですよ、ね、アイロンだと不可能ですよ、はい、主婦歴20年近い私も絶対できません。ここはでも重力でこう簡単にでき、はい、あすごーい、あこれもこういうところをなかなか自分でアイロン台とアイロンではできないですよね。しかもあすごい、まるでプロのようにふわっと形を崩さず負のしなは取れましたよね。どうですか、初めて使ってみられた実感は。持ちやすいですし、うん、簡単ですね本当に、はい、なんか重力で軽くこうあのアイロンのシワが伸びていく感じ、ね、でもこれだったら毎朝自分でやってもいいかなって思われませんか。思いますね。